こんにちは、アクセンチュアの影山智樹と申します。本日は僕のキャリアについて語らせていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ではですね、まず僕の自己紹介。まず関西大学の工学部で4年間を過ごしました。でその後わけあって東京大学の大学院に進学してます。でその後ですね、住友金属工業という、まあ、技術系の鉄鋼メーカーに行って技術職とあと技術営業職といったところをですね約4年従事しておりました。でその後また訳あって今の会社であるアクセンチュア株式会社のコンサルタントとして7年間、ずっと仕事しているというような感じです。でちなみにですが、僕結婚しておりまして4人家族で、奥さんと2人の子供、長女次女というような家族構成です。それでは僕のマイテーマの遍歴っていうところを改めて振り返ってみようと思います。マイテーマは、大学時代はいかにこう他者と違うことをしていくかといったところから入ってきて、だんだんと東京大学になった時はいかにしてこうモテていけばいいのかとか、社会人になった後はモテるだけじゃなくてさらに稼ぎたいというような気持ちが強くなってきて、最近では億円規模の資産を築いていくっていうところにはどうしたらいいんだろうっていったところが僕のマイテーマになってきてます。まあ、一貫してこう振り返ってみると、稼いだりとかでモテたい、かっこいい、かっこいい、かっこよく稼いでモテたいと、そういったところが一貫して僕のマイテーマ、主眼になっているのかなっていったところが見て取れます。で実際にマイテーマに即した活動、どんなことをしてたかっていうと、大学時代とかもやっぱりちょっとこうアルバイトは周りがこうコンビニとかいわゆるこう小売りのものに行く中で、やっぱり塾講師とかちょっとこう時給が高いようなところに挑戦してみたいなとか、まあ、そういったところでちょっと人との違うこととか、まあ、この辺りからやっぱりお金が好きなんだなっていうところが出てきているのかなと思います。でその後ですね、より稼ぐ職業に就くっていうために、まあ、外資系コンサルティング会社っていったところを目指そうと思って、でそのために学歴を上塗りしていこうといったところで東京大学っていうところに進学してます。で東京大学に進学した後は外資コンサルティングを目指してたんですけれども、ちょっと所属していた研究室の教授っていったところがメーカーに行ってほしいというふうな強い気持ちもあったので、メーカーの中でもより高年収の鉄鋼メーカーといったところで金属、住友金属といったところに就職しました。で住友金属で就職した後もより稼いでよりモテたいといったところで、まあ、その中では最短の出世を目指していきたいとか、まあ、稼いだお金でよりこう遊ぶといったところで3桁に近い合コンしてみたりとか、でだんだんとよりもっともっと稼ぎたいなというようなところで、やっぱりもともとの思いであった外資系コンサルティングの転職というところをしていったというようなところですね。で最近ではその億円規模の資産を築いていきたいので、最後までコンサルタントとして長い時間生き残れる、まあ、そういったキャリア戦略といったところをですね、こう考えていったりとか、あるいはベンチャー企業のアルバイトとか副業とかっていうところでより稼げる何か種がないかなっていったところを探しているといったところが最近の僕のマイテーマに即した活動になっています。では改めて僕のマイテーマっていうところを整理してみると、さっきあった通りやっぱりお金っていったところ、いかにこう高収入を稼ぐかっていったところに重きが置いてます。なので実際僕じゃあ今のコンサルティングっていう仕事を心の底からやっていきたいかっていうと、実は意外とそうではなくて、本当は学校を作って日本を救う人材を作ってみたいとか、政治の世界に入って経済とか少子化の対策を打ち出してみたいとか、もっとこう社会的意義のあることをしてみたいなっていうのが実際のところなんですが、まあ、とはいえ結局僕はやっぱりこうお金といったところで天秤に最後かけて、やっぱりお金を選んでしまうと。なので僕が学校を作ったりとか政治の世界に入ってみるとか、そういったところはやっぱりないのかなと思ってます。で実際のところこれって僕だけじゃなくて、実は意外とこう人っていうのはそもそも人生をかけてまでやりたいっていうようなこととかっていうのは実はないんじゃないかなとも思ったりしてて、意外とこう最近はやりたいこととか専門的なものを見つけていこうっていう風潮はあるんですけれども、意外となかなかそういうのって実は難しいんじゃないかなっていうふうに最近は考えてます。
といったところで、じゃあ今日皆さんに伝えたいのが、どうやってマイテーマを見つけていくかっていうところなんですけど、きっと僕みたいにやりたいことはないとか、やりたいことが何なんだろうってなかなか思いつかないとか、見つけるの難しいよねとかっていう人は、やりたいことを見つけるんじゃなくて、なりたい自分っていうのはどうなんだろうっていったところをしっかり考えて、そしてそれを言語化してみたらどうかなっていうふうに考えてます。なかなかこう初めは細かな言語化って難しいと思うんですけど、ふわっとした感じでも、ふわっとしたところから入ってみて、どん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 こう研ぎ澄まして、具体的ななりたい自分ってところを言語化できたらいいのかなというふうに思ってます。例えば僕でいくと、知的でかっこいい仕事で高収入を得てモテモテな人になりたいと、こういったこう私利私欲にまみれた、こんななりたい自分でもいいんじゃないかなというふうに個人的には考えてます。では僕みたいにお金を稼ぎたい人に向けたメッセージといったところで、まず一般的に高年収と言われる年収1000万円以上といったところを稼いでる人っていうのは、全体のどれぐらいかっていうと 12% 程度といったデータが厚生労働省の調査から出てきています。まあ、1000万円以上稼ぎたいんだったら、もっとこう 10% よりも少ないようなところに中目にしなくちゃいけないんですけど、そうするためにやっぱり何をしたらいいのかっていったところをしっかり調べて、そして必要な努力をしっかりしていってほしいです。流れのまま生きてるだけだと、なかなかしっかりこう大金を稼ぐっていうところは難しいのかなというふうに考えているので、なりたい自分といったところがしっかり言語化できたら、それに向かって何をしたらいいんだっていったところはしっかり考えて、そして必要な努力をしてほしいと思ってます。コンサルティングっていったところは、生き残りをかけて日々戦っている企業のパートナーとなって、変革っていったところを実現することが昨今のコンサルティングに求められることというふうに言われてます。僕の所属するアクセンチュアの例ですけれども、やっぱりお客我々のお客様である企業が我々に支援を求めるときというところは、こう変わらなきゃいけない、大きくこう変革しなきゃいけないといったときです。それは例えばこうお客様の抱える課題の例でいくと、なかなか海外での売上が上がらないよとか、顧客データ分析して新たなサービス新規事業を作っていきたいんだよとか、まあ、そういったところでこう大きく変革をして、今までのこう伸び悩んでたところからしっかり成長していくとか、新たな新事業を作っていくとか、そういった変革といったところを一緒に実現するといったところがアクセコンサルティングというようなお仕事です。なりたい自分が非常にこう大きなものだったりとか、チャレンジングなものだと周りが結構とやかく言ってきたりすると思うんですよね。だけど意外とその周りっていうのは、その本当にそれができるのかどうかっていう可能性とかっていうものを調べてないとか、すごくこう一般常識の、まあ、古い常識の中でそういったことを言ったりする人がやっぱり多いとか、なかなか日本はやっぱりそういったチャレンジングなところに対してこう認めないとか、まあ、足を引っ張っていくような文化がやっぱりあるのかなというふうに感じるので、自分でやっぱりこうそのなりたい姿、なりたい自分が見つかったら、しっかりそれへのこう可能性っていうのは自分で調べて、自分で開拓して、自分でこう自分の人生を、なりたい自分を切り開いていってほしいと思います。信じるのは自分だけと、周りは敵だらけと思ってください。